Ya, ahora ya estamos nuevos. さて、石橋茂さん、ね、どうなんでしょうかね、次総理になれるのかな。とりあえずもう、自民党のね、次期総裁になれるのかな。総裁選挙はね、厳しいな、あれな。いや、だって実力者は他にもいっぱいおるから。石破さんの最大の強みって知名度、そして地方票。何のことかって農家。日本の農家は石破信仰が、もちろん親子みたいに当たる石破信仰がある。ただ、農政派は多いよ。農政派が多いね。石破グループ、石破派がないかな。要するに水月会。ずらりと農林水産の専門家あれは素晴らしい。ね、揃ってる。で、石破さんも一応農政家のお坊ちゃま。ご自身はね、その農政関係の人生を生きてらっしゃらないけど、お父様が農政関係のね、人生だし、まあ、鳥取県も大農業県ですね。農業中心に。じゃあ、日本の農業のリーダーの一つなんじゃないの？鳥取県っていうのはね、絶対そうですよ。でもね、じゃあ、農家の期待通り、石破茂は首相になった時に、アメリカ農産物を撃退できるか。これ荷が重いな。だから石破にかけるしかないって農家は思うしかない。だって他の日本の首脳はアメリカ農産物をブロックできへんかって。受け入れるがままやんか。外国の農産物はアメリカだけでなく。なんで農家思うんや。だから石破さんしかないやんしな。その消去法でも。そして、消去法じゃなくても、田中派しかないやんな。助けて、田中派。で、いうことやんか、それは絶対に。で、石破さんが、そうなった時に、絶対背中のアメリカの産物の撃退ところが、日本の産物ファーストでしょ。でも、農産物がメインの輸出国が同盟国やったら、これしんどいね。じゃあ、アメリカも中国も、農産物は、めっちゃ主要輸出品目だし、彼らにとっては。まあ、美味しいものなんでしょ？これ。ちょっと日本人の感覚では分からんけど、しょうもな農産物をそんな大量に作って、大量に学校に売るのがそんなに素敵なことですか？そこが分からんのよね。日本みたいなサイズの国から言わせれば。ヨーロッパもきっとそうでしょうね。だって、農産物足りない国いっぱいあるのに、なんで日本に売ろうとするのって金があるからでしょ？で、日本の農産物めっちゃ優れてるのに、それは買わんでおいてくれ。高いでしょ。アメリカ農産物安いかねとどうでしょ。本当はアメリカや中国の農産物ってのとかあるんでしょ。なんで日本に売りつけに来るの。意味不明でしょ。この動きがいいの。さあ、こういった問題に、石破さん勝てるかな。石破さん以外の閣僚は、あんまりそっち専門ちゃうでしょ。まあ、口先は言えるでしょうけど、石破さんはその、まあ、お父様自治大臣だったし、農業なんとかしろけ、なんとかしろか、農業リーダーけ、日本の産物の復興、この市場ねえだろうね。で、じゃあなんでこんなにいじめられるのかじゃないですよ、考えると。実はフリーメイソン政府、まああんねん、実はそういったものはね。だってイスラム諸国が元締めなんだから、フリーメイソン。じゃあアメリカはその命令聞いてると言ってるでしょ。ね、だから、結局、石破っていうのは、まあ、大和民族である。つまり外国人だ。日本にとってはね。侵略民族である。パクやねん、彼。彼もパクやねん。石沢源氏パクやねん、実は。で、武田信玄も、上、あ、違う、武田信玄も、伊達政宗も、石田三成も、五代友厚も、パクやねん。石田っていうのはパクやし、石が作りの大体パクですよ。あれ 悪い奴らの、そうそう、20代と同じバカやねん。で、その人たちが、結局、ね、の日本が農産物で盛り返さなあかんっていう程度の石破の主張やったら、石破の対抗候補は、アメリカ農産物の撃退とか、できませんこと言うかもしれんよ。例えば、河野さんとかな。それかませ言うやんか。ちかかませ馬かなとか勝手なこと言うけど。ね？ね？もうそれ仕掛けてこないとも限らんでしょ。何回も言ってたら、
ほんまに河野首相誕生したときに、河野首相は堂々とやりやすく、アメリカの産物撃退を、そんなにやっちゃうかもしれない。じゃあ、石破の出番は。だから、石破が本当にアメリカの産物を撃退できるかなっていうのは、実は、アメリカ合衆国からのラブレターの石破に対する。さあ、撃退してみたまえってこと。死んだよ。なんでそれって、陰謀を感じるとか言うとあかんで。な？だって、陰謀を感じたらどうするのって、それ以上言えないでしょ。で、自民党は、いや、頼むわ、石破って。陰謀やから、アメリカやっつけろって。いや、って何や。一緒に戦ってくれよ、自民党って言ったら。え？ってなるやん。じゃあなんでお前、安倍政権を後ろから攻撃したんですか？安全なところから攻撃したんって。うちら別に石破政権安全なところから攻撃したりせんけど、その代わりアメリカの産物なんとかしてよって。石破首相だったから言うやん。だからアメリカ合衆国は日本にとってはね、戦勝国に当たるし、日本国はアメリカ合衆国に敗戦国やもん、今でも。だけど、石破君がアメリカ農産物を撃退できるなら、もう敗戦国のレッテルは貼ることはできないな。そう、ここ、敵たまりってやっとんねん。アメリカ合衆国。なんだとじゃ、中国助けてくれ。やろアメリカを撃退したら今度は中国の農産物。じゃあ石破がなんとか必死でアメリカの農産物を撃退したら今度は中国農産物が日本に入ってくる。で、農家。勝手なマークやろ。なんやねん石破って。調子いいこと難しいだって。くらもって石破のってなっちゃうで。そういう怖い人たちやからな。そういう騙し方したら、まあ、騙し方というか、そういう怒らし方したらな。さあ、やばいぞ石破。もう表現じゃごまかせないし。こう動きたい。